撮影予定入ったっけ？いや、実は言うと撮影じゃないんですけど、うん、何？個人的にこういったものを買ってきまして、うん、つけてもらいたいなと思ってきたんですよね。それ何？いや、これ実は言うと、ライト。ライト？はい。電球？電球です。うん、何の電球なの？実は言うとこれ後方の、うん、ナンバー灯の電球になりまして、うん、切れたの？いや、切れてない、切れてないです。うん、切れてないんですが、自分ではどうしてもつけることできなくて、つけてもらおうと思ってですね。なんで、切れてないんだったらつける必要ないよ。いや、ドレスアップです、ドレスアップ。やっぱりずーっと、ね、撮影していて、自分もやりたいなーと思ってですね。あ、これ買っちゃいました。それじゃあ、LED。LED です。あ、そう。ああ、じゃあつけていこうかね。よろしくお願いします。いやね、うち、持ち込みパーツは基本的に受け付けてないんだよね。申し訳ございません。てか、車屋じゃねえし。じゃあ、頼みますよ、これね。はい。はい、はい、取れたね。はい。はい、じゃあ、これ、車からこれ外れたんで、次、この本体とコードを外していきますね。見える？見えます。はい、ここ押して、はい。はい、これで取れました。でもね、まだね、電球出てきてない。電球は、ここかと思ったけど、このクリアレンズの中に入ってるみたい。爪をね、こういう風にね、爪2箇所でね、止まってるんですよ。ここと、上と下とで。で、この爪を取ってあげたら多分ね、すぐ、はい、こんな感じで取れました。ほうほうほう。はい。ここに電球がね、入ってるから、本当はね、このドライバーとかでしてしまうと、割れたりとかして危険なんだけど、めんどくさいからドライバーでしてしまいます。で、ほら取れた。ドライバーだと簡単に取れるでしょ。取れてます？取れてるよ。ほら。あ、はい、本当だ。はい、電球取れました。はい。これが今外したやつね。外した電球。で、これが、ともくんが持ってきた、何これ、LED のやつ？はい。同じかな、企画はね。で、これね、LED って大体ね、その極性があって、こっちにつけるかこっちにつけるかでつくかつかないかあるんだけど、裏表で。これ見ると、これ無極性になってるから、これどっち側につけても大丈夫そうなんで。寄るね。あ、映りました、映りました。無極性ですね、はい。全く私気にせずに買っちゃいましたんで。ああ、そう、ああ、そう。あ、極性があってもいいんだけどね。向きさえ間違わなければつくんだけど、これはもうどっちにつけてもつきますよってやつです。じゃあちょっと開けていきますね。はい、こんな感じ。見えるかな？ちょっとね、LED の方がちょっと大きいよね。LED 見えてる？はい。こんな感じになってます。じゃあつけてきます。いいですか？ここに、もう無極性なんで、ただ単純に突っ込めばいいだけの話で。これです。もうそれで取り付いちゃったんですか？はい。簡単でしょ？はい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 。だからこれね、取り付けたんで、本当に点灯するかどうかテストしてみますね。今ね、もうスモールついた状態なんですよ。だからこのコネクタ、突き刺せば、点灯するはずです。じゃあ、つくかな？おお！ついた！結構明るいね。明るいですね。いいねいいね。綺麗じゃん？はいはいはい、お、ついたね。じゃああとは元に戻していきます。取り外した逆の手順で取り付けていけばいいんで簡単です。よいしょ。じゃあ最後ここを、はい、 OK。 じゃあこれで取り付け完了しました。すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと暗いところで試してみようか、どんな感じになったかね。はい、はい。
ということで今日は内丸専属カメラマンのともくんのあのミライース、はい、このミライースのドレスアップをやってみました。多分今後もね、あのともくんね、パーツいっぱい買ってきてね、どんどんいろいろつけてくれて言いそうな気がするんで、今後は僕のハイゼットだけじゃなくて、ともくんのミライースも多分ドレスアップしていくことになると思うんで、楽しみにしておいてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。内丸でした。バイバイ。